久保さん、今日税金納めてきました。はい。税金のために稼ぐ。確かにね <laughs>。確かに。確かにね。何なんでしょうね。そう。何のために働くんでしょうね。何のために稼ぐのかっていうね。まあ税金払うたびに、何のために稼いでんだろう、みたいなね。思いますけどね。ドバイは無税なのかな まあ、タイトル、ドバイを無税にしておきましょうか、まあ。ドバイは無税なんですよね。確か。ドバイ。無税。非課税です。ドバイでは企業が商品を輸入する際に、関税がかけられる以外は、法人税、所得税、不動産税、キャピタルゲインの課税、自動車税、所得税、タバコ税の税金は一切ありません <laughs>。ドバイすごいっすね。税金がないってすごいっすね。 昔ね、消費、あれですよ。僕がちっちゃい頃、あの、消費税もなかったですからね。10円のものは10円で買えたんですよ。そういう時代があったんですけど、今、消費税10%ですか。10%だったら1万円の買うと1000円つくし、10万買うと1万円でしょ ?100 万円買うと110万円ですね。<laughs> 100万円だと10万円の消費税ですっていうね。なかなかファンキーですよね。10万円あったら、まあまあ、いろいろ買えるじゃないですか。 うん、いいですね、ドバイね。うん、でもまあ、日本も税金は納めないといけないけど、日本の良さもありますから、ただ、まあ、最終的には、まあうーん、なんだあの、住む国っていうのを変えてもいいかなとは思ってますけどね。うん別にどこでもいいあの、久保さんがドバイ行こうが、久保さんがどこ行こうが、別に、まあうーん、できるじゃないですか。うん で僕もそうなんですけど、僕も鹿児島行くときに、鹿児島行って大丈夫ですかって言われましたけど、もう全く関係なかったですね、本当に。本当に全く関係なくて、パソコン1台でどこでもできるなっていうのは体感しましたし、まあ場所はどこでも関係ないですね。まあ、ネットのいいところっていうのは、無税の国の選択ができるってことですね。はい。税金がかからないドバイすら選択できるっていう。<laughs> 普通にリアルに働いてたらドバイっていう選択はできないでしょうね。はい。行ってらっしゃい。